起きて、お兄ちゃん。あれ？もう、ソファーで寝ちゃったのか？ルナ？おはよう、お兄ちゃん。夢を見ていたような。どんな夢だったの？どこか、この世とは思えない場所で、俺は出口が分からずにさまよい続けていた。絶望と孤独を抱えて、その場で立ち尽くしていたんだ。こんな感じで見えてんのね。代わりにこういう映像を見せてんのね、これ。でも、その時、ルナが赤い糸で、出口の場所を教えてくれてたんだ。私も夢に出てきたんだね。確か、その場所に閉じ込められる前に、なんかとてつもなく恐ろしいことが起きたような。はぁ？変な夢見ちゃったね。ああ。空白になっとんよな、それが。それじゃあ、ご飯にしよう。今日も私が作るから、待っててね。これで、いいんだ。もう一人の俺などという異端の存在は初めからいなかった。二人の力で解決していくのが最良の選択なんだ。こんな感じが4年間続いてきて空白の記憶ができてきてるってことか。でも結局、記憶の呪いって何なんだろうな。あと、夢見の力を狙う組織って何なんだろうなって感じだけど。それから、お兄ちゃんが昨日記憶を思い出すことはありませんでした。空白の記憶が作られ、お母さんの秘密の地下室のことはちゃんと忘れていました。これでお兄ちゃんが記憶を思い出すことはないでしょう。お兄ちゃん。ねこるな、この向こうにはお母さんの秘密が隠されていたんだよ。昨日、お兄ちゃんと一緒に入ったんだよ。でも、それを覚えているのは、この世界で私だけ。お兄ちゃんは何も覚えていないの。どうしてこんな風になっちゃったんだろう。一緒にいるのに、あんなに寂しいことってないよ。だから、ねえ、ネコロナ。お願い、お兄ちゃんをもう一度、夢の中に連れてって。今絶対南を甲子園に連れてってって思い浮かべた人いるでしょ。分かってるぞお前。冷たいな、ネコロナは。さて、今日も働くか。ん？あ、どうした？このタイミングで。あれ？何か違和感があるような。このドアノブのところに何かなかったっけ？あ、そこも忘れてるのか、そうか。一日の記憶って言おったもんな。やけん、昨日、はぁ、あ、閉めとったことも忘れとったんだよ、これ。いや、特に何もないな。思い過ごしか。中に入ろう。あ、テル、お疲れ様。おっす、テル。昨日の二人やん。昨日の二人がそのままの立ち位置でおるやん、お前。お疲れ様でーす。いやー、昨日は楽しかったぜ。テルも来ればよかったのに。昨日はあの後、じいちゃんのお店で盛り上がったんだぜ。テリーさんのアフロからいろんなものができてきたのよ。ほんまにボボボボボボボみたいな取り扱いしとんだ、アフロの取り扱い。あれは見物だったな。そうなんですか。俺も誘ってくれればよかったのに。
え？いや、誘っただろう。え？そうでしたっけ？ん？そうだよ、テル。昨日は龍河さんが出かけちゃってドリームズがお休みになったじゃない。あ、でもその部分を忘れとんよな。だからキラ君が行こうって誘ってくれたでしょ。そうそう、先輩の誘いを断るんだからテレルも偉くなったよな。え、昨日休みだったんですか。え、お前な、いい加減にしろよ。え、さっきからその物忘れキャラ滑ってんだよ。いや、滑ってないですし。っていうか、おかしなことを言ってるのは二人の方じゃないですか。だいたいドリームズが休みって何なんですか。なーにー、やっちまったな。どうした、クールボコ出てきたぞ。で、出る。何騒いでんだ。龍河さん、生きてたんですか。キラー、先輩のおめえが頭に血に残ってどうすんだ。すいません、龍河さん。つい、カッとなって。テル、ちょっと事務所まで来い。はい。何なんだろう。突然おらんようになったと思ったら、もう帰ってきてこんな深刻な話みたいな感じ。テル、困るな、輪を乱されちゃう。この店は人数少ねえんだから仲間意識は持ってもらわねえと。はい、すみませんでした。ですが今回のことはキラ先輩たちがおかしいんですよ。昨日ドリームズが休みだったとかわけのわからないことを言ってて、俺はハブられてるんでしょうか。キラから報告は受けてるぞ。お前の夢見の力を狙う連中のこと、それと空白の記憶ってやつもな。え、龍河さん知ってたんですね。まあな、キラはああ見えて仲間思いだから、お前のことをしっかり見てるよ。お前の細かい変化も意外と気づいてるですね。気づいてるぜ。そうなんですね。昨日確かに俺は店を休みにしたよ。え、じゃあ、ああ、お前が忘れたことになるな。そんな、テル君には覚えないもんな、ほら。空白の記憶ね。それもお前の家にかけられた呪いなのか。いえ、わからないんです。いろんな謎が多くて困っていて。だけど、そのせいでみんなに迷惑をかけるわけには。なんか龍河さんどうしたんだろう。龍河さん、このタイミングでこういう話聞き出して。お前はどうしたい。このまま夢見の脳裏に縛られて続けるつもりか。本当にそれでいいのか。なんだこれ。諦めたくない。もう諦める。全容的に回す。なんだ全容的に回すってお前。諦めたくないか諦めるかどうかは別として、なんだこれ、ちょっと気になる。これ選んでみたい。なんか気選んでみたい。全容的に回すぞこれは。は面白い冗談だな。出る、今は冗談を言える雰囲気じゃないぞ。龍河さん、なんて顔してるんだ。さすがチェリーさんの弟だけのことはあるな。本気で殴り合ったら強そうやもんな、龍河さん意外と。わあ、これ諦めたくないっていうのが本当なんだろうし、もう諦めるって選んでもさ、何かしらで諦めたくないの方向に入っていくんだろうけどさ、どうせなら見るんだろ。もう諦めるの方は見ていいだろ、お前。諦めんなよって多分さ、まずは中蔵出てくるんだと思うよ。俺は、もう諦めます。何？自分の力を必要としている人がいるのなら、それは協力してもいいと思っています。下手に抵抗して、みんなに危害が及ぶよりは、マシです。お前、俺はさ、お前の本心を聞きたいんだよ。なあ、テル。え？誘導されてる。
はい、わかりました。ループですね。やっぱ、諦めたくないです。はい、わかりたくないですね。諦めたくないですね、俺。はい、そうなんですね。諦めたくないよ。俺は、呪いの正体を探して、戦っていきます。家系の呪いも、弓の力を狙う連中も、すぐと断ち切って、母のように、弓に引きずり込まれる人々を助けていきたい。それが、弓の力を使える、俺の使命なんです。そうか。わかったよ。それじゃあ、キラたちに詫び入れてこい。俺の話は、それだけだ。はい。イムミの力、ね。何なんだろう。こんな龍河さんの扱いされたらさ、龍河さん実は敵の勢力の一員だった説みたいなのが出てきたのよ。なんだこれ。色欲や実況や言うたら何だった説みたいな。そんな説がどんどん出てきようんじゃないか、お前。俺の、なんか色欲だけで水曜日のダウンタウンできそうな気がするんだけど。なんなんこれ。木曜日のアイムシアみたいな感じになるんかな、これ。今後。再び、空白の記憶ができた理由。最近、もう一人の俺の夢を見ることに関係があるのか？そうなんよな。もう、なんかちょっと確信をつき始めとるな、こっちの本物の方のテル君も。本物の方って言うかな。夢に出てくる昔の俺。あいつの存在が初めて明るみになったのは、4年前の記憶を思い出そうとした時だった。昔の記憶をむやみに掘り返すなど、と警告をしに現れた。あれも夢だったのか。起きたまま見てしまう白チュームというやつなんだろうか。そういえばあの時の出来事には違和感があった。俺はあの赤い夢に引きずり込まれ出る方法が分からなかった。その時ルナが助けに来てくれたんだ。ルナは全てを知っている。あの時ルナは誰かに会ったと聞いた。誰かがいることを知らなければあの言葉は出てこない。おそらくもう一人の俺のことも知っていたんだ。ルナに聞いてみようか。ルナ、母さんの書斎で何をしてるんだ？お掃除してたんだよ。そうか。どうしたの？ルナ、もう一人の俺のことをどこまで知ってるんだ？さあ、なんて答える？え？あいつはもしかしたら俺の記憶を操ることができるかもしれないんだ。昨日、俺にまた空白の記憶ができていた。おそらく、昨日、4年前の事件と関係のあることが起きて、記憶を消されたんじゃないかと思うんだ。鋭い！テル君、怪奇探偵で、怪奇探偵って言われるだけのことがある推理力。普通の探偵レベルで推理力が高いぞ、お前。やめて！そんなこと聞かないでよ。何を言ってるの、お兄ちゃん。もう一人の自分なんて、そんな人いるはずないでしょ。え？私が私の言葉でお兄ちゃんの存在を否定する。全部が夢だって言わなきゃいけない。夢でも見てたのならそれは空想の人物なんだよ。記憶を消すなんてそんなことができるはずないでしょ。え？でもそれがお兄ちゃんとの約束だから。お兄ちゃんはいないって言わなきゃいけない。たとえそれがためになるとしても言いたくない。そんな気持ちがあります。だからそれは全部夢の中の出来事なんだよ。だけどルナはあの時。でもそんなの私が壊れちゃうよ。
ね、お兄ちゃん。ルナ、お前の顔を見ればわかる。俺の考えが合っているって。やっぱりあいつが記憶を消したんだって。俺の考えが正しかったんだって。なのに、なんでそんな顔をするんだよ。分かっとんやな、お兄ちゃんとして。妹が何か悲しい顔をしている。ルナちゃんも4年前からずっとこういう苦しみたいできとんやな。ルナ。日常が狂っていく。当たり前だと思っていた日々が偽りのものだったと気づかされていく。ルナの瞳は俺という人格の向こう側を見ているようだった。偽りで塗り固められていた日常が今や崩れ去ろうとしていた。そういう感じだったんやな。もう一人のお兄ちゃんがおるっていうこと、それがちょっと、それとのあれを知りすぎたら今の関係が崩れてんよ、そういう意味だったんやな。けど結局具体的にあの悪魔の扉から出てくるものって何なんだろうな。全てを潰しかねないってどういうことなんだろう。まだ謎は全部解けたわけでもないっていうか、ほとんど解けてないよ結局。終わっちゃったー。いやー、もう一人のテル君のことは分かったけどさ、まだまだ分からんことが多すぎるよー。